はい、こんにちは、本田です。今回ですね、こちら、ちょっと今、目の前商品出していただいてよろしいでしょうか。こちらのですね、皆さん、これ見たことありますかね。透湿防水シートっていうやつなんですけども、これの重要なちょっとお話が夏美さんからあるということで、ちょっと今日、こちらの夏美さんの事務所まで来させていただいてるんですけども、少しお話聞かせていただいてよろしいでしょうか。夏見工務店の夏見と申します。よろしくお願いじしゃあよろしくお願いしまます。す。工務店の高橋です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんのお家、お家作りをする中で結構いろんな部品部材で、その興味があるので多分いろいろ調べてはると思うんですけども、僕らもすごく大事にしている部品がたくさんありまして、そのうちの一つにこういうシート材、こんなペラペラのものがほとんどなんですけど、こういうシート材があります。で、このシート材って何かというと、建物を雨からもしくは湿気から守ってくれるために、最後に貼って、皆さんよく、新築の途中とかで外壁貼る前とかにね、こういうシートを貼ってあると思うんですけど、これはこういう黒いウルトさんっていうメーカーさんのシートなんですけど、こういうシートを貼って、建物を建てていくんですね。この上に酸を打って外雨壁をが作る。入らへんようにね。そうですね。こういうシートはですね、いろんなシートが実はあるんですけど、割と工務店さんにお任せっていうことで、別に僕は工務店にお任せしてもらっていいんですけど、せっかく YouTube なんで、どんなふうなことを考えていて、そんなどんなことがあるのかというのを今日はちょっと説明させていただいて、その説明した中で皆さんがいろいろ知識を得た上で、いろんな選ぶきっかけになってもらって、また工務店さんとかと相談してもらえるきっかけになったらなと思います。透湿防水シートっていうのが、言えば、屋根とか使うと雨漏りだったりとかね、いうところで、皆さんも当然新築なので雨漏りすると嫌ですよねっていうのがあるんですけども、じゃあそのためにどうするかっていうのを、工務店側、施工者側が、こういったシートを選んでるんですよね。で、それによっても実はその耐久性が変わったりとか、それで値段も変わったりします。でもこの辺で実際一般のお客さんが選ぶところではないのかなというところなので、あまり知る機会が非常に少ないとは思うんですけども、家づくりのね、一つの参考として、今日の動画めちゃめちゃマニアックなので、プロが見て喜ぶかもしれないんですけども、一般の方もね、ちょっと分かりやすく夏見社長に紹介してもらうようにしてますので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。まずですね、この商品なんですけども、先ほどちょっとキーワードが今回あってですね、マイクロポーラスっていうのとモノリティックっていうのがあるわけですよね。これをちょっと簡単に説明していただきたいんですけども、よろしいですか？ありがとうございます。言葉がね、ちょっと分かりにくいんですけど、マイクロポーラスっていうのとモノリティックっていうのと、この2つの名前があります。で、実は同じようなこのシート状のものになってるんですけど、このシート状なんですけど、実はこのシート自体の断面ですね、細かいこの顕微鏡で見たような断面が違うっていうところで名前が違います。こちらがマイクロポーラスで、こっちがモノリティック。この色とかはあんまり気にしてもらいたくないんですけど、こんな感じのシート上でパッと見はほとんど分かんないっていうところなんですけど、マイクロポーラスというのは実は大きく簡単に説明すると、細かい繊維が重なっていて、その細かい細かい繊維をギュッと圧縮すると、こんな1枚の紙状になるんですね。で、この紙状になったら、細かい繊維がすごく緻密になっていて、その緻密になったところから水の分子、水滴とかですね、雨とかは通さないけども、水蒸気になったものだけを通すっていうふうに仕組みになっているのが、簡単に言うとマイクロポーラスです。で、当然この表の方はね、撥水材であったりとか、裏の方はちょっと補強材って言って、破れたりするのを防ぐために、そんな構成にもなってますけど、基本はふわふわの繊維がギューっと固まってこんなシート状になってる。それが簡単に言うとマイクロポーラスです。で、モノリティックっていうのは、これもちょっと見た目はあんまり変わらないんですけど、実はこれ、めくっちゃうと1枚のシート状になってます。樹脂の1枚のペラペラの、シートみたいなものですね、になっていて、そのシート状のものが、防水をしながら透湿ができる、もうその樹脂のシートであるというふうに思っていただいたらと思います。で、ここにあるシートはじゃあそんな感じに見えないですよねっていうのは、この表は例えば滑り止めとか補強を兼ねて、ちょっと分厚めの不織布って言われる、編んでないような布をペタッと貼り付けてあって、裏の方もめくれたり破れたりしないように、ちょっと補強材、ちょっと薄めのやつですけど貼っつけたりしてる。でもこれ中は1枚のこの樹脂のシートになってるっていうのが、モノリティックとマイクロポーラスの違い。
というところですね。なるほど。マイクロポーラスっていうのは、まあ普段から僕らが使っている透湿防水シートに使われている技術っていうことでいいんですかね。そうですね、うん、皆さんのお家というか、まあ、日本ではほとんどの外壁の下地、まあ、外壁の下の防水に使っているのは、うん、このマイクロポーラスっていうのが多いですね、うん、なるほど。今回夏美さんが思われているのはこのモノリティックっていうその製品、うん、そうですね、っていうのが、まあ、今後主流になってくるかもしれないので、うん、そちらをまあ使っていきたいなっていうイメージでいいんですかね。そうですね、実はこの違い、うん、当然ですけど製品が違うので、うん、もう価格も違うしいろんな意味で性能も違います、うん、でなのでどちらがいいとかどちらが悪いとかっていうわけではなくて、うん、やはりこう特徴があるんですね、うんうん、でこの特徴を知りながら、まあ、工務店さんなりがこれをどちらがいいかなって選ぶ中で、このマイクロポーラスというのは非常にたくさんの種類が出回ってて、まあ、皆さんもこう見てもらったようにこういう黒いこんなシートであったり白いシートであったりいろんなものを選んでもらえますし、そういう意味ではたくさん選択肢があるんですけど、モノリティックっていうのがあんまり日本の市場にないので、まあ、これから皆さんとこの情報を共有してどんどんモノリティックを使っていけるようになったらいいなって思ってます。モノリティックっていうのは最近のできた商品なんですか。実は、はい、ヨーロッパの方では結構前からありまして、マイクロポーラスとモノリティック実は何の違いがあるかというと作り方が全く違うので、こちらは先ほど繊維を重ねるような作り方になってるんですけど、こちらは1枚のシートなので、作り方が違う分だけその当時がかなりこっちが高価だったんですね。でやっぱり高級なとか非常に防水の難しい状態とかどうしても耐久性を求められるところに高級な防水シートとして普及をしかけていたというところが現状です。でこちらは実はかなり前から技術があって、マイクロポーラスに対して技術がすごくたくさんあって実は安く作れるということが大きなメリットで、世界中どこの国でもマイクロポーラスという技術ですね、繊維を重ね合わせて平たくするという技術があれば作れるという意味で非常に安価に作れるっていうのがこちらの特徴です、うん、なのでこう実は数が圧倒的にこちらのが多くて、うん、皆さんの目に触れる機会が多かったというところですね。なるほど。これって国産でもあるんですか、今商品としては。実は国産はあまりこの種類の類が少しなくてですね、はい、国産のは薄いこう防水膜に補強剤といってこのシートですね、まあ、ちょっとこれは物は違うんですけど、このちょっと今テカテカとしているこういう薄い膜が防水膜になって、うん、この裏にこうちょっとこう透けてる繊維みたいなやつ、うん、これでこうビリッと破けないようにしてあるシートが防水シートとして作ってあることが多いですけども、うん、まあ、中にはこのマイクロポーラスの同じようにこう繊維をギュッとしたようなものですね、うん、で実はそのタイビックっていう皆さんもよくご存知のシートはこのマイクロポーラスに近い考え方なので、うん、まあ、すごく厳密に分けることが難しいんですけど、うん、こういう繊維を重ねて防水シートにするっていうのがよくあって、日本では実はそれのタイプが少ないとは聞いてます、うん、なるほど。で今こちらの方でサンプルで見せていただいている商品がそれになるんですけども、こちらはもう海外製ということで。そうですね、まあ、海外ではその議論も結構たくさんされているみたいで、はい、そのマイクロポーラスの生産性と価格、大量生産できる、まあ、設備がたくさんあるということで、うん、これの使い勝手、それとやっぱりモノリティックのその1枚のシートであるということで、うん、非常にその性能が良いと、うん、まあ、それは何かというとそのシートの性能で全部、まあ、シートの防水性とか透湿性が決められるので、使う頻度によってこれを変えたりするのがちょっと議論としてはちゃんとされてるみたいで、うん、割とこのシートの種類がこれも今2つしかないんですけど、実は結構たくさん種類があって、そのシートをたくさん作っておられるみたいです、うん、海外では、うん、なるほど。これ防水シート、うん、ですね、透湿防水シートなんですけども、これに求めるのって、まあ、一般的にはさっき言った防水性が一番大事だってことがあると思うんですけども、うん、他にも機能的なところを見とかないといけないところってあるんですかね。これ実は皆さんは見たことがないかもしれないですけど、それは建築されている途中に壁の下に入ってしまうものなんですね、うん、でただですね、この前を通気層といって空気が通ったりですか、うん、外壁から漏れた水分であったり結露したところが流れていくので、割とこう実はその皆さんの目に届かないんだけどいろいろさらされちゃうんですよね、うんうん、でその中でやっぱり大きいのは黄砂のこととか、今ちょっとね花粉だとかいろんなこう空気
空気にはいろんなものが混ざったりとか、はい、雨水でそこらのものが流れてきたりとかいうのがあって、うん、そういう、まあ、実は見えないところで汚れたりとか違う物質が混ざったものが水と一緒に流れるっていうことがあるので、うん、実は耐久性というのをすごく気にしているんですね、うんうん、僕たちは。というのは、ね、ここから水が漏れるともうこの後ろは実は建物の、まあ、合板であったり、うん、柱であったりするので、うんうん、まあ、それをできるだけ守る最後の砦になっているので、できるだけこう耐久性を持っていってもらうことによって家が長持ちするということをすごくこう担っている部材なんだなというのを最近よく考えていて、耐久性をすごく向上させたいっていう気持ちの中でこのシートの話をさせてもらってます。なるほどね。やっぱり見えないところにはなってはくるんですけども、うん、やっぱそういうところにも気を使っておくのもありなんじゃないかなっていうことですね。あとただまあ価格だったりとかいうところもあるでしょうしっていうのは、なかなか骨は選択肢として難しいんですけども、まあ、今回そのこういった話になるきっかけになったのが、もう僕らがよく一般的に使ってたタイベックって言われる商品がね、うん、結構普及してて皆さん使ってたんですけども、うん、まあ、今回そこがなぜかその販売生産中止になったっていうことで、じゃあ次の代わりにっていうことで、実は僕らもそうなんですけども、クーホンもそうなんですけども、じゃあ次どれ使おうかというのをこういろんな人からいろんな話を聞くわけですよ。でその中でいろんな商品がね、いろんなメーカーのが出てきてるので、取捨選択して他のメーカーに乗り換えていってるんですけどもっていうところですね。その中でまあ選択肢の中で選び方としても、先ほどの選び方があるよっていう感じのイメージですかね。マイクロポーラスっていうのとモノリティックっていう、そもそもこの素材の作り方が違う商品が最近は出てきてるよっていうので、今後価格帯も揃ってくる可能性もあるしっていうことで、そうですね、期待したいっていうところですかね。なので、まあ、皆さんがこうちょっと興味を持っていただく中で、ね、こういうそのシートの違い、先ほど言いましたこれもまあいろんな種類があるので、うん、そのシートをまあ選ぶのに参考にしていただく程度でいいと思いますけども、うん、僕らもこういったですね、壁に隠れるシートの耐久性とか、また性能、うん、それとかまあその価格というところに気を使いながら、うん、まあ、その建物が長持ちするためにはどうしたらいいかというところをね、やっぱり皆さんの預かっているお金をですね、うまくそう分配していこうということで、そうですね、こういったことをね、まあ、皆さん知っていただけたらなと思いますので、うん、ぜひぜひお問い合わせいただいたときにそうやって聞いていただいたらなと思います、うん、なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっと今回の話はかなりマニアックなので、うん、エンドユーザーさんがコムデンさんに糖質防止何使ってるのって聞いてもいいと思うんですけども、ちょっと変な人だなと思われがちなので、そこだけちょっとご注意しながら、恐る恐る聞いていただくなり、うん、まあ、その会社の工事中のね、現場ももし見る機会があれば、糖質防止シートですね、その時にタイミング聞くのはね、なんか何の違和感もないと思うので、構造見学会に行った時にちょっと聞いてもらうとかっていうのもいいかもしれませんね。ただまあ、なかなか今のところはそのマイクロポーラスっていう商品の作り方の分を使っているところはまだまだ多いので、はい、今後そのモノリティックっていう素材の方を、まあ、少しずつ普及していくのもありなんじゃないかなっていうようなイメージで良いですかね。はい、エンドユーザーの方とか、なんでココサノがダメやって、今ずっと外国の商品の話をされてましたけれども、うん、ココサノのものをなんでお話しせえへんのかなっていうふうに気になってある方とかおられる違うかなと思いますけど、うんうん、なるほど、どうですかね。ですね、まあ、先ほどもちょっと話している中で、このマイクロポーラスがダメとかモノリティックがいいとかっていうわけではなくてですね、必要な条件の中でどの耐久性を、うん、選ぶのがバランスがいいかというところで、選ぶまず余地を持っていただきたいんです、うん、で、はい、で国産のものっていうのがこの考え方と全く同じやつが結構少ないので、うん、僕たちはその国産海外問わずですね、うん、お家を良くするとか耐久性を上げるとか長持ちするっていうようなところで、うん、日夜こう研究するとたまたまこういう海外製に出会うっていうのが大きいんですけど、国産の製品もすごくいいのもありますし、その価格としては、まあ、このマイクロポーラスのこの持ってる海外の製品よりも安い国産製もありますので、そこはまたいろいろ勉強していただいて聞きたいなと思うんですけど、うんうんうん、まずは今日はですね、こんなマイクロポーラスと、うん、まあ、モノリティックというのがあるということを今日は覚えていただいて、うん、はい、また次の機会にもし深掘りできることがありましたら、はい、シートをいろいろ見ていただきたいなと思います、はい、この動画見られてね、あ、なんかここ気になるなと、この辺質問したいなということがありましたらですね、この下の動画のコメント欄にいただけましたらですね、で反響が多ければ第2弾取りたいと思いますので、うん、夏美の変態講座ということでなかなかこの辺の話をね、ここまでできる方いらっしゃらないので、正直まあこの動画を撮りながら僕もへーっていう感じになっているんで、まあプロの方もね、多分この動画見ていると思いますので、よかったら参考にしていただけたらと思います、はい、ということで終わらせていただいてよろしいでしょうか。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、OK です。変態。変態ですね、これ。すごいな。国産でも作ってるのは作ってるんですよね。作っているのマイクロポーラスをガチ、あのね、シビアに言うとね、日本の国内ではタイベック の, あれが効いてるんですよ。あのいわゆる特許が効いてて、あんまりこのマイクロポーラスをまともにできへんのが事実なんですよ。あ、そうなんですね、うん、で、なんで薄膜型の防水シートにしてるかっていうと、ちょっとタイベックからの逃げなんです。うん、あ、うん、で、まあ、ただやっぱりこの耐久性が欲しいということで、まあ、それになんか近しい素材の感じにはしてるんですけど、今僕ね、最新日波のやつとか撮ってないんですけど、まだどうも薄膜みたいですよ。そうですね、つるっとしてて、あのなんかね、シリコン拭いてるからつるつるなんですよね、エアタイとかなんかそんなの。そうそう、つるんですね。え、作ってないわけじゃないのと、あとそれとね、やっぱりこのマイクロポーラスの製造も、まあ、多分ね、特許絡んでるんですけど、ただもうその特許切れてて、多分そこら辺で作ってるんですよ。ああ、なるほど。これもサプライヤーは実はこれ、ドイツや言ってますけど、多分オーストリアです。オーストリア、そうそう、オーストリア。だからまあまあ、ええんですけどね。ただ、僕が言いたいのはこれ、ちょっともっとマニアックな話をすると、マイクロポーラスの弱点は、このね、熱圧着した点が、熱、これがね、糖質抵抗値が違うんですよ、この平の部分と。で、何が起こるかというと、物性的にここぶっ潰れて持てるんですよ、圧着部分は。なるほど。で、圧着部分を引くと面積結構少なくなるんですよ。で、マイクロポーラスはこの圧着を無視できてるんですよ。実際これ圧着じゃなくて、ただ単に引っ付けてるだけなんで、下にあるマイクロポーラス層は全く一緒なんで、抜けるんですよ、これ。ほな、このまんまの湿気が抜ける。そうそう、これは抜け、まあ、この面積で抜けきらんってこと、全部とは言いませんけど、かなり落ちるんですよ。はあ、落ちるその違いがあって、もうすっごいここに特許があるみたいなんですけど、これどれぐらいの圧力でくっつけるかとかあるんですけど、ただやっぱりこれって最終的にはやっぱりその分離するんですよ。あ、時間とともに熱圧着が溶けていくんで、でタイベックはそれを全部繊維一本一本でやりよったんです。あ、でそれがタイベックのすごいその一番の特許で、これがこのディンプルの分だけこの細かさに細かいというのは、タイベックはもっと細かい で接着してる時間と長さが長いんで耐久性が高いって言われてて、でただタイベックは間違うて言うと、間違うて言って人が言うには、全部単一せあの材料なんでモノリティックやって言うてる人もいるけど、それは間違いない。基本は高分子膜のことしか言わへん。なるほど。でこれはその意味ではこの柔らかさと伸展性と、その言ってるその化学反応性の高さで言うと、これの比じゃない。これはだから結局よくあの問題があったのが、界面活性剤っていう、いわゆるここに防虫防蟻の酸使うと、界面活性剤で薬剤注入してるんで、そいつがこっちに漏れてきて何が起こるかって言ったら、防虫油で繊維が膨らんで、その繊維が膨らんだ時にこの、ひっつく、ひっつくやつを全部解除してしまうんですよ。これがない。あ、なるほど。だからその薬品による侵害がほぼない。こっちはなんでそんな対応してきたんですか。それはあのなんでな、こっちで対応してる。注入動物を使わないっていうルールしている。いや、あのメーカーがもう対応してきてるって言うてるじゃないですか。ああ、それは何を根拠で。それはだからこれ撥水剤とか、その今言ってる界面活性剤の 防止 の, あの塗料とか薬剤塗ってるから、これ僕が塗ってるの。なるほどな。表面にそういう加工をしてるってことか。そうそう、シート自体だから結果的に言うたら、まあそこで傷が入ったりしたら、こうやってね、現場サイトで傷が入ったりすると本来は分かんない。なるほど。細かいことを言うたらそういうことですね。そうそうそう。へー。へー。ありがとうございました。